しおじ。お兄ちゃん、しおじ生きてたの。チュータ、おい、チュータ無事だったか。七郎、よかった。よかった、よく無事だったな。みんな、紹介するね。僕の妹のしおじと、いとこの七郎ね。皆さんが僕を助けてくれたんだ。そうか、しおじです。お兄ちゃんがお世話になりました。ハロー、無事でよかった。俺はガンバだ。俺は七郎だ。こりゃ驚いたぜ。だからサイコロを信じろっつんだよ。入った。チュータがいなくなってから1週間も経たないうちにこの洞穴には食べ物がなくなっちまってな。俺たちノロイに見つかるのを覚悟で海岸に降りたんだ。じゃあここはその間にイタチに。ああ、間一髪だったよ。でも塩路がな、もしかしたらお前が来てここに帰ってくるんじゃないかって。だから俺たち毎日ここの様子を見に来てたんだ。私たちムール岩に隠れてるの。ムール岩？海岸にムール貝みたいな形の岩があるだろう。あの岩、中が空洞になっていて俺たちネズミが隠れるのにぴったりだったんだ。他の仲間たちもそこに隠れてる。私たちお腹はペコペコで毎日海藻を食べたの。そっか、みんな生きてたんだ。死んでなんかなかったんだ。あ、無事でよかった。よし、そうと決まれば早くここを移動しないとな。あ、いや、今大勢で動くのは危険だ。呪いは夜襲ってくる。明日夜が明けたら出発しよう。よし、夜明けまで待機だ。あ、やっと休めるぜ。とはいえ興奮してしまってちっとも休めそうにありません。僕もまだドキドキしてるよ。しおじ、兄ちゃんの好きなあの歌を歌ってくれないかい。あ、島歌かい。いいね。あよいとどこいどこいどこい、そろたそろたよ、仲間がそろった。一年ぶりにまたそろった。なんて素敵な歌なんでしょう。私もこんな詩を読めたら。僕感動しちゃった。ボボ、踊ろうよ。ガンバ、おめえがここに残るって決断してくれてよかったぜ。この目で最後まで見られそうだ。そうさ。心残りで島を出るなんてどう考えたってよくね。もっとも最後まで見るってことは俺たちの最後を見るかもしんねえが、まあそれでもいいさ。なあガンバ、一つだけ訂正しておきたいことがある。私たちはチュータの家族を助けに来たんじゃない。運命を共にしに来たんだ。そうだろ。ああ、俺も一言だけ言っておきたい。本当は俺、船の中では家に帰りたくてしょうがなかった。チュータに帰ってくださいって言われた時、心を見透かされたようでドキッとしたんだ。カッコつけちまったけど、本当は俺、よせよせよせ、口に出さなくていいことは出さないこった。俺たちはここに来た、それで十分だよ。よし、見張るぞ。お、張り切ってんな。よいしょ。よし、寝るぞ。お前も来い。寝るか。